このアンケート調査は岐阜県の教職員組合が実施したものでおよそ1200人が回答それによりますと教員が学校で実際に休憩できた平均時間は小学校で4分中学校で6分足らずだったということです。 また学校での時間外勤務と仕事を自宅に持ち帰って行った時間の合計は1か月に換算して小学校の教員で平均およそ73時間中学校で平均およそ81時間となっています。岐阜県教職員組合の長谷川徳夫執行委員長は教員の人数を増やしてほしいと訴えました。